球が好きな理由は、頭を使って全力でプレーして、それがすごく魅力です。私が卓球を始めた理由は、父親が卓球が好きで、それで兄が、卓球を始めまして、その影響が、私にも来て小学4年生で始めました。とにかく私がジャパンオープンで優勝した理由の一つは、やっぱ一球一球を大切にして、その結果が優勝につながっていったと。彼女は私の、全てで、やはり私が勝つと彼女も喜んでくれて、それがまた頑張ろうっていうきっかけにつながっていくので、全てだと思います。私がカットマンになった理由は、父親がカットマンが好きだっていうことが一番なんですけど、それで最初は始めて、だんだんとカットマンの魅力に、何ですかね、何でもできるっていうところが、それで他の人と違うことができるっていうのがとても僕は好きです。それは私たち日本人がストレッチをやる理由は、何ですかね、とても大事なことだっていうのを認識、やっぱ次の試合だったり次の日に、疲れを残さないようにするためです。いろいろなスタイルのカットマンがいると思うんですけど、それは自分のスタイルを貫くっていうのが、カットマンに限らず、他の選手も必要だと思うんですけど、特にカットマンはそういう自分のプレーを貫くっていうのが大事だと思います。嬉しいですけど、自分の中で浮かれすぎないようにっていうのはありますね。やっぱり周りが嬉しい、すごいって言われても、やっぱり自分の中では全然すごいと思わないので、だからそういうところは気をつけてます。I am Shiono Masato from Japan.